今回は下腹が気になる人におすすめなカエル足で寝るだけで下腹に簡単に効かす腹筋方法が分かってきます。今回たったの20秒です。初級中級上級と3種目紹介していきますので、レベルに合ったものをやってください。そして今回タオルを使いますので、ある方は用意しておいてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹に簡単に効かす腹筋方法を紹介します。たったの20秒ですが、レベルに応じて3つ紹介しますので、動画を見ながら一緒にやってください。そして今回タオルを使うことによって、腹筋を効かせられてるかどうかというのが分かってきます。タオルがもしなくても、手を使うことで確認できるんですが、できればタオルがあった方がしっかりお腹に効かせられてるかどうかというのが確認できます。用意ください。で、今回は寝たままで簡単に下腹に効く方法なんですが、腰が丸めれてないと腹筋実は効かないんです。腹筋じゃなくてどこに効くの？腰に効くんですね。腹筋運動なのに腰に効く。悲しいですよね。腹筋に効かしたいですよね。動画を見ながら一緒にやってください。それでは紹介します。はい、今回寝たままする腹筋なんですが、腰にタオルを敷いてみてください。ない方はそのまま寝てください。この寝た状態で今タオルが動くよって方は腰が反れていて腹筋に今効きにくい状態にあります。まずこの動くタオルを腰を丸めて動かないようにできないとお腹に力が入りません。なので今寝てるだけなんですが、腰を丸めているのでお腹に少し力が入ってます。なのでタオルが引っ張っても抜けません。お腹の力を抜くと抜けます。なのでまず起きる腹筋も足を動かす腹筋もタオルが抜けないようにしておかないとお腹に効きません。これが腰が反れて足を動かすとお腹が伸びている状態なのであんまり腹筋に効かない。クランチも一緒です。腰を床つけてタオルが抜けないようにした状態から動く。ですがこれが腰が反れて抜けてしまうと隙間ができているのであんまり腹筋に効かないんです。今タオルがスポスポ抜けたよって方は、まず今から10秒間腰を丸める練習をしてからエクササイズに移りましょう。まず四つん這いになります。でお尻を締める、腰を丸めやすくするためにちょっと膝を開いてください。この状態で腰を丸めるんですが、肩甲骨が持ち上がってしまって腰が丸くなるとあんまり腰が丸くなってません。腰より肩甲骨が丸まってます。なので肩甲骨をまず寄せる感じで落とします。上げずに落とす。このままお尻をキュッキュッとお尻を10秒間締める緩めるを繰り返します。いきましょう、スタート。肩甲骨を落として背中が上がらないように、はい、 OK です。今ので少し腰を丸める、お腹を締める感覚が分かったと思います。今の感覚を覚えたまま下腹腹筋をやっていきます。はい、たったの20秒を3種目続けていきます。引き続きタオルは腰に敷いておきましょう。まずは腰を丸めてタオルが抜けない状況を作ってください。タオルがない方は手を入れて手が入らない状態を作ってください。このまま寝たままでカエル足を作って、あんまりももがまっすぐならないようにちょっと斜めにももを持っていって20秒キープです。たまにタオルを引っ張ってください。それではいきます、スタート。腰が抜けないように腰つけたままです。このままキープ。できれば息はふーっと長く吐いてください。ちゃんとタオルが抜けないようにできてますか？引っ張っても抜けないように、OK です。中級編は体を少し起こして足の状態は一緒です。腰をつけてタオルが抜けないようにキープです。いきます、スタート。このままキープ。頭疲れる方は持ってもいいです。タオルが抜けないようにしておいてください。これでも結構効きますよね。ちゃんと腰がね、ついてれば効くんです。よーし、OK。 ふー、ラスト上級編は足をさらに前に出します。
足はこんな感じです。かえらし、かかとひっつけときます。初級中級よりも足を前に出して上体をもうちょっと起こします。これでキープ、腰床つけて。それではいきます、スタート。結構上体を起こしてください。腰だけ床についてる感じ、お尻も少し浮いてる感じです。これでタオル引っ張っても抜けないように、もう少しです。うわー、きつい。お疲れ様でした。どうでしたか？このタオルを使うと分かりやすくなかったですか？いつも腰を丸めずに腹筋してたなーって方とかね、いると思います。そういった方はよかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回しっかり腰をつけてね、これタオルをしっかり動かないように確認しながら寝たまま下腹に効かすフロッグデッドバグでした。初級、中級、上級、1番、2番、3番って感じで数字だけでもいいのでレベルを教えてください。そのレベルのね、多かった方向けにね、これからも動画を配信していきますので、ぜひ参考として教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、そちらの方もフォローして確認してください。今回もご視聴ありがとうございました。